採用の基準、全然僕も分からなかったんで、正直僕受かったんですけど、はい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 、まあ、友達の人事に聞いたんですよ。ぶっちゃけ、昨日聞いて、ぶっちゃけあるのって聞いたら、まあ、トップ就活チャンネル。はい、どうも皆さんこんにちは、おさです。このチャンネルでは、キャリアと遊びを味わい尽くす、そのようなテーマでお役立ち情報を配信しています。ぜひチャンネル登録、ベルマークのクリックをよろしくお願いします。というわけで本日は、なんとですね、慶應義塾大学から電通に入られたスペシャルゲスト、澤田さんをこちらにお呼びしております。本日はどうもよろしくお願いします。というわけで澤田さんはどんな方なのか簡単に自己紹介いただいても、はい、簡単に自己紹介させていただきますと、電通でやって中部支社に配属されて、で中部支社のテレビ部という部署に配属されて、で3年間3ヶ月働いた後に退社を決意し、辞めた。なるほど。シアトルに来たと。来ました。はい。いうわけですね。で、シアトルに来て今2年が経ちます。なるほど。はい、実はですね、本日の撮影、こちら、シアトルで撮影しておりまして。はい、ようこそ。僕もね、3年前かな。ごめんなさい、はい、4年前かな。同じ IBP 留学というものを通じてこちらに留学した経験を持っていて、それこそごめんなさい、ベルビューカレッジでしたっけ。そうですね、ベルビューカレッジですね。なるほどなるほど。僕 UW。あ、なるほど。優秀な方ですね。いや、そんなことない。そんなことないんですけど、はい、まあまあまあそういったご縁で本日はちょっとシアトルから撮影しておりますが、はい、早速ですね、はい、本日のテーマ入っていきましょう。はい。まず一つ目はですね、電通にどうやって内定を取ったんですかと。はい、いう話をしていきたいなと思います、はい、で電通に内定する人の特徴って、はい、多分学生目線からすると、はい、まだよく分かってないと思うんですね、はいはい、どんな人たちが実際に入れるんだろう、はい、っていうのって実際に中に入った人しか分からないところだったりするので、そのあたりの感覚をちょっと澤田さんにお聞きできたらなと思います。そうです。正直中に入ってもよく分からないんですけど、実はぶっちゃけ僕の、まあ、同期の話っていうと、まあ、段によってもいろいろ違うと思うんですけど、はい、140人同期がいて、そのうちアート職採用っていう採用と、はい、総合職採用って2つの窓口があるんですけど、アート職採用に140人の中で20人ちょっと採用されて、その後120人が総合職採用で、アート職採用はもう名前の通りアートに特化したクリエイティブを作るタイプの。そうですね、 CM とかポスターを作ったりとか、スポンサーの商品のビジュアルをデザインしたりとかいう人たちで、総合職はその中から営業だとか、はいはい、まあメディアだとかマーケティングだとか、まあ、部署にいわゆるビジネス機能を、そうですね、ファンクションを配属されますということですよね。で、はい、澤田さんは後者の総合職。そうですね、総合職採用でテレビ部に配属されて、で同期の特徴なんですけど、はい、どんな方がいらっしゃるんですか。まあ一番最初、まあ、同期に会ってでちょっと話して、まあ、研修とかしていた中でやっぱ思ったのは、こいつらすげえなって一言思いましたね。マジですか。いい意味でもその自分の自信がぶち壊されて、いい意味で刺激にはなりましたっていうのも、みんな一人一人がやっぱ何かに打ち込んでいる。なるほどね。やっぱりそうだよなって、ね、でやっぱ一芸に特化している人は多かったですね、僕みたいに体育会バターも多かったですし、スポーツで言えばプロサッカー選手辞めてきたり、とプロボクサーも辞めてきたりした人もいましたし、スポーツ以外で言うと、何かアプリを作ってましたとか、学生時代からなんかアパレル好きで店持ってましたとか、一番面白いやつで言うと、はい、タンザニアに陶芸の彫刻のが修行に行っていたとかいましたね。面白いですか。新卒ですかそれ。30歳ぐらいです。年バラバラなんですよ。結構バラバラなんですか。新卒でももう20、まあ23歳、24歳ストレートですか。はいはいはい。からもう30オーバーまでバラバラでしたね。いろんな経験をしてきたやつが多くて。なるほどね。休学とかじゃあそういうのは別にマイナスになる要因じゃなくて。全く要因じゃないですよ。何をしていたかっていうのが打ち込んだものがあるかどうかっていうのは結構大きいですね。トップ就活チャンネル。よくでも勘違いされやすいのは、その、はい、一芸にじゃあ何かすごいことを成し遂げなきゃいけないのかとか、華々しい過去があったなきゃいけないのかっていうふうに学生の方々は多分勘違いされてしまうと思うんですけど、そんなことはなくて、もちろん一芸に特化してない子もたくさんいて、でも、まあ、一見バラバラに見えて何か共通してる部分があるんですけど、それは何かっていうと、やっぱり自分の信念を貫いてっていうか、結構自分を持ってる人が多かった。初志貫徹した何かを持ってる人。はい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 。なんとなく雰囲気わかりますよね、業界的に。ちょっと私、商社業界出身のものなんで、ちょっと採用基準が全然違うなっていうのをすごい感じたんですよね。商社ってその結構バランス能力というか、どれも平均点クリアしてきた、ちょっと優等生タイプみたいなのが採用される傾向にあるんですけど、なんか一芸に特化してるタイプってあんまり採用されるイメージがなくて、広告ってなんか僕のイメージ、勝手なイメージですよ。僕も学生さんと同じ目線なんですけど、そのクリエイティブな領域でなんかものすごくこう楽しそうな業界っていう印象なんで、その一芸に特化するじゃないですけど、何かに打ち込んできた人たちの原体験を求めるっていうのもなんとなく分かるところは分かりますね。そうですね。なので結構周りの目は全く気にせずに自分の心に正直に本当にやってきた人が多分多いですね。なんか周りから笑われても何言われても揺るがない何かを持ってるやつっていうのが多い気がします。それってその具体的なその選考過程でも、そういったものをこう聞かれる機会っていうのがたくさんあるんですよ。ありますし、実はちょっと採用の基準全然僕も分からなかったんで、正直僕受かったんですけど、友達の人事に聞いたんですよ。ぶっちゃけ昨日聞いて、ぶっちゃけあるのって聞いたら、正直採用基準はないんですけど、求める人材像みたいな。でそいつも自分の個人的な意見だけどと言った上で、やっぱり僕はさっき言ったように自分の道を貫いてる、何か信念を持ってる人、やっぱり面接でも嘘偽りなく、ありのままの等身大の自分をなんかぶつけてくる人がいいっていうのが一つと、あと2つ目に、どこの会社も一緒かもしれないんですけど、その電通に入ることが目的じゃない人、電通入って何がやりたいのか、むしろ電通を使って何がしたいのかっていう具体的な何かビジョンを描いてる人がいいっていうのは言ってましたね。すごいですね。当時それこそビジョンみたいなものが入ってから何がしたいかみたいなのが結構鮮明にあったんですか、澤田さんの場合。あんまりなかった。あんまりなかった。僕、サッカー選手になりたくて、それ、夢破れて、新しい夢を見つけたい中で、その夢を見つからず、もやもやしてた中で、たまたま受かったんで。すごいですね、逆に言うと。僕は正直なかったですね。じゃあそうすると、その、なんか最初2つ今挙げていただいた、等身大の自分を表現できるかっていうのと、あともう一つ、何でしたっけ？あと、入ってから何をしたいかっていうビジョンを具体的に、電車の等身大のストーリーが話せるっていうところで、澤田さんは、そうですね、サッカーのことをひたすら話したんだと思います。そうですよね。勉強のこと多分、勉強のことも聞かれたと思うんですけど、正直何もしてませんでした。そこも正直答えました。勉強してませんでした。してませんでした。なるほどね。練習優先でサッカーしたんで、授業も週1ぐらいでしか受けてなくて、そう出血ない授業でテストだけの授業全部取って一夜漬けでなんとか進級していった感じなんで、それも正直全部伝えましたね。素晴らしい。ありがとうございます。じゃあもう本日の動画の締めくくりとしましては、まとめとしては、電通に内定するためのポイント、大きく2つあって、1つは等身大の自分をきちんと表現できるかっていうのと、1つがそれこそ入った後のビジョンみたいなものをきちんと描けるかどうかというところが見られているというところですね。できちんとそういうのを語ってきた人たちが入ってきていて、結構澤田さん目線で見ると同期はすごい魅力的な人たち、こいつすげえなと思うように、めちゃめちゃ刺激になりました。頑張らなきゃ自分もって思いました。非常に参考になるお話ありがとうございます。じゃあ次回はですね、面接についてちょっと思い出していただきたいなと思います。当時のね、就活いろんなところを受けてたかなと思いますけど、特に電通さん内定されてますので、その面接対策みたいなところをお話ししていきましょう。というわけで本日もありがとうございました。また次回お会いしましょう。 See you next time. バイバイ。今日の一問はこちら。面接で聞かれた時に答えられるように概要欄の方をチェックしてみてください。チャンネル登録やベルマークのクリックはもちろん LINE では最新情報を流していきますので、ぜひチェックしてみてください。Twitter のフォローもよろしくお願いします。